ボランティアの皆様へ、私たちのイベントの成功には、皆さんの力が必要です。当日の活動中は、熱中症から身を守るため、しっかりと自己管理を心がけてください。熱中症とは、熱中症は気温、湿度が高い中での激しい活動により、体温が上昇することで起こる病気です。主な症状、大量の発汗めまい、吐き気、頭痛、 疲労感、激しい動悸、筋肉の硬直です事前対策が重要暑い中、外での活動や運動をすると体内にある電解質は少しずつ失われていきます以下のことに注意して熱中症にならないよう予防しましょう 1. 水筒を持ってくること給水が必要なときは給水車ステーションに来てくださいオッペンハイマー公園の北東出入り口付近に設置されています 2. 帽子をかぶり、さらに日焼け止めも使用すること。炎天下の活動の中、発汗もあるため、定期的に日焼け止めを塗り直すことは忘れないでください。3. 休憩をとり、体を休めること。ボランティアチェックインブースの裏に配置されているボランティア専用休憩スペースでは、軽食や飲み物の用意があり、日陰でゆっくり休めるようになっています。もし、 熱中症の症状が出てきた場合は、同じ場所を担当するコーディネーター、もしくはスタッフに伝えてください。あなたが十分に体を休められるよう、代わりのボランティアを手配します。最後に改めまして、私たちパウエルストリートフェスティバルへのご協力ありがとうございます。では、当日パウエルさんにてお会いしましょう。